株式会社構造計画研究所は、日本のエンジニアリングコンサルティング組織。略称は、構え県、クック。日本の構造設計事務所として長い歴史を持つ。創業は1956年、東京工業大学建築学科で、谷口正教授の研究室で助手として、構造設計研究に携わっていた。 服部忠が創設した服部忠構造計画研究所で大学発のベンチャー企業であった。1959年、株式会社構造計画研究所の設立に至る。1950年代後半は戦後の経済復興を象徴する形で各地方の城郭の復元が盛んに行われ、和歌山城や熊本城の復元工事を東京工業大学教授、 藤岡道夫の指導のもと担当する。構造設計業務の多忙さを解消し、より価値のある業務に専念しようと1960年に単身イリノイ大学教授ネイサン・ニューマークを訪問し電子計算機の重要性を認識する。帰国後すぐに通産省に導入の申請をし、当時初任給が12000円の時代に、 月額リース50万円の最新益 i b m 1 6 2 0を導入した。以後コンピュータユーザーの先駆けとして、日本 i b m 常務から富士通に移籍した安藤薫を支援し、ファコムの開発では、東京工業大学の先輩でもある池田敏夫をサポートし OS の開発にも協力する、ほかエンジニアリング向けのソフトウェア開発ビジネスを開始する。そのため、 IT 企業としてのソフトウェア開発経験の蓄積にも強みがある。価値の高いエンジニアリングソフトウェアの普及を目指し、1971年には、米国データゼネラル社のライセンス生産を日本で行うために日本ミニコンピュータ株式会社を設立した。当時のシャープの佐々木忠氏、武田利研の武田育夫氏らを巻き込んで1970年代のミニコンブームの宣弁をつけた。 その後、構想建築や特殊な形状の建築を中心に、構造設計を事業の主軸とし、耐震、免震構造を担当する独立の部門を設ける。2002年には森ビル、六本木ヒルズ計画に参画。2007年には上海に構造設計のための事務所を開設した。1980年代には移動体通信事業に参入し、 大規模なネットワーク開発にも取り組むほか、ソリューションやマーケティング事業も展開する。1970年代に始まったオペレーションズリサーチ技術による最適化手法や1990年代にマーケティングコンサルティングビジネスなど新規領域への挑戦が続く。日本の技術コンサルティングファームの中でもかなり歴史が長い会社であるが、 大学発のベンチャー企業として出発したため、現在に至る模新領域の開拓には意欲的である。社会の制度設計にも積極的に関わり、マルチエージェント手法によるシミュレーションやリスク分析のソフトウェアクリスタルボールなどを世に問うている。近年は国内外のベンチャー企業との連携による新規事業の創出を積極的に推進しており、ロックステイト社、 プロメテックソフトウェア株式会社、シンフォニークリエイティブソリューションズ社、GDEP ソリューションズ株式会社、ナビス GMBH 等に資本参加している。熊本県知事を目指した細川森広を支援し、当時の通産省のテクノポリス構想を実現すべく、熊本県大津町に事業所設立を決定した後、創業者、服部忠は急世した。大学、 研究機関と実業界とをブリッジする総合エンジニアリング企業を企業理念として掲げる。工学値を重視しており、複数の学会に所属し、書院の論文、書籍の執筆や学会発表を奨励している。ありたい姿として、以下の5つの愛を掲げる。プロフェッショナルデザインエンジニアリングファームの組織形態を標榜し、ソートとしてイナベイティングフォー。 a ワ is future を提唱する。科学技術を社会に伝播する制御をエンジニアリングとして同組織のミッションと考える。近年は日本国籍以外の採用にも積極的で2020年6月時点で全体の約8%を占める。その中には日本政府留学生として来日し、日本の大学院課程を修了した経歴を持つ人物や アセアン地域で学業を収めた人物などがいる。中高の外書院より尊敬される元社長、富野久氏は、経営学者、野中育次郎氏の地の構造図を模して、構造計画研究所のビジョンを確立した。現社長の服部翔太は、経済学者、岩井勝人氏の日本的、経営点0を理想として掲げ、十一世紀型、知識集約型企業を日々模索している。 ありがとうございます。